西武鉄道アイスホッケー部はかつて日本に実在したアイスホッケーの実業団チームである。本拠地は東京都西東京市だった。ペットマークは白熊。1966年、ウィンタースポーツとして初めての全国規模の社会人リーグ戦、日本アイスホッケーリーグが開幕したと同時に結成され、リーグ発足当初は日本リーグと全日本選手権のタイトルを 数多く獲得し、日本のアイスホッケーの競合と言われた。しかし、1972年に、西部の実質的な親会社だった、国土計画のアイスホッケー部とチームを実質的に分割。それでも常に、国土、王子政治等と共に、ライバル関係を築き上げていった。しかし、経営の合理化などを理由に2002年から2003年の、 シーズンを最後に36年間にわたる西部、アイスホッケー部の活動にピリオドが打たれ、国土アイスホッケー部と再統合した。これをきっかけに、プロ野球埼玉西部ライオンズとマスコットを共有するようになる。ありがとうございます。